11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に加工を残した。夜の君を一人の少女が。ブルーブラッド。その血を浴びた者は姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。強行帳面、こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか？ああ、君が今回の司祭って、リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。
邪妖と戦うエージェントアーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから何年ぶりだ。そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ。そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られて行ったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん、なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、わかった、わかったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったらつい嬉しくなっちゃって。なんだよそれ。私たち学生の時はずっと一緒にいたじゃない。寄宿舎で一緒に起きて遊んでお話しして。なのに卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーティス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえリュリーティス、この島あまり大きくなさそうだけど景色は綺麗だと思わない？
この任務が終わったら一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アーナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ええ、ロシエクロックが反応しているということは。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ、ベルモン。なんだ。ジャーコーリー、セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセルバン、うん、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。ケルフェンライエイゼン。はいはい、頼りにしてますよ。
こんなもんか。お疲れ様、アーネス。さあ、ロジエクロックを出して。分かった。青き血をたたえる古き気候よ、移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき血をあるべき地へと送り出せ。はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックにたまった青い血を浄化したわ。これでしばらく青き血に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？ああ、この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？おにゃかすいたのかにゃ？リュリーテス。早くお家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ、まだ夜が潜んでいるみたい。気を抜かずに行きましょう。ああ、闇が黒鳥が溢れ出してる。なんて数だ。アーネス、あれを。あれは赤い月。そんな、まさかあれはミラだ。知っているのよ、ユリーテス。あれはもう一つの月、ミラだ。すべて満ちると世界が常しえの夜に包まれるという夜の月。つまりあれが見えるということは、また世界が常しえの夜に包まれようとしてる。リュリーテス、どけ。リュリーテスを助けるんだ。
見失った。リュリーです。教皇庁のホテルか。仕方ない。あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者と合流するか。ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず。はいはい、アーナス様でございますか。はい、ご到着でございます。はいはい、かしこまりました。では。あんたは。ホテルエンデの支配人でございます。あんた支配人ってことは教皇庁の協力者か。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか。教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズガーデンとなっている。以上でございます。教皇庁め、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつかご案内できます。そうか、じゃあお願いするよ。
お嬢様。お気をつけ。Calabazal es...浄化開始。全ての邪妖は私が滅ぼす。来た。我が剣だ。フッセイタン飛べ。フッセイタン落ちろ。切り裂く。ハッテンタン落ちろ。フッテンタン飛べ。ハッテン。ハッテン。チアルフィエリア。
浄化開始。ここか。お前、リュリーティスの。お前もリュリーティスが心配なのか。わかった、一緒にリュリーティスを助けに行くか。
します。これよりしろじゃないか。久しぶりに見つけたな。よりしろはヨーマの写し見、アクチュアライズすれば新しいヨーマを仲間にすることができる。久しぶりにやってみるかな。わあ、なんだよ。わあ、スイパイ。わかったよ。じゃあ後にしよう。お前も何か見つけたのか。ちょっと見せてみろ。これは指輪か。歪んでる。誰かの落とし物かな。何の指輪か知らないけど飲んじゃダメだろ。どうすんだよもう。
べ、飛べ、飛べ、飛べ、はって、すべての邪妖は私が滅ぼす。ところに、なんで扉があるんだ。電話。はい、もしもし。ホテルエンデの支配人でございます。アーナス様でいらっしゃいますね。支配人？どうしたの？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方がよろしいかと。戻るタイミングは自分で決める。それよりこの電話は何？なんでこんな場所にあるんだよ。隣には変な扉もあるし、支配人何か知ってるんじゃないの？ああ、すみません、ちょっと電話が遠く。今の絶対わざとだろう。次から次へと。We love you this, Pen Princess。 あ、こら、勝手に行くな。ここホテルか。お帰りなさいませ、お嬢様。ただいま。戻るつもりはなかったんだけどね。それより、このエレベーターって一体何なの？あんな場所とつながってるなんて、どう考えてもおかしいだろう。こちらの建物は、元は猿妖魔の君の隠れ家だったという噂です。何が起きても不思議ではありません。ローマの、そうだったのか。お嬢様ならそのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に望む場所へね。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。この依代でいいの？
アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。これからよろしく頼むよ。何？疲れたから無に返されたいって？そうか、ならいいけど。お嬢様、お気をつけ。
浄化開始。
私が滅ぼす。はっ、せいさん飛べ。ふっ、せいさん落ちろ。はっ、せいさん落ちろ。はっ、せい。ふっ、ハッテン、ハッテンさん飛べ。ハッテンさん落ちろ。ハッテンさん飛べ。ハッテンさん落ちろ。ハッテンさん。フッテンタン飛べ。フッテンタン。フッテンタン落ちろ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 。ハッテンタン落ちろ。フッテンタン落ちろ。ハッテンタン落ちろ。ハッテン。フッテンタン飛べ。フッ。
浄化。もう無口だ。俺は
なんだ。暗き夜とあまねく妖魔を滑る者。あんたが、あの、冗談だろう。夜の君は大昔に聖女が倒したはずだ。冗談かどうか試してみるか。さあ、その剣を取れ。邪妖狩りをなりわいとするお前の力、我に見せてみよ。その紫の血、そうか、お前はすでに我の血に触れたのだな。人の赤と妖魔の青の混ざり物、お前は汎用か。だから汎用だろうが何だろうが、私は私だ。なるほど、口だけではないよ。よかろう、我が相手だ。力だ。あの時を思い出す。聖女もこうして我を止めたのだ。我が血は雨となり、地に降り注ぐ。あまたの邪妖とお前のような汎用を生んだ。体が。覚えておくがいい、汎用の少女。この世のいずこも夜の訪れを拒むことはできない。この世の誰も眠りを免れることはできない。たとえいつになろうとも、どのような姿になろうとも。決して消えることはない。
どうか。よくは分からないけど、お前を倒すのは十分そうだ。行くぞ。気がついた。大丈夫だよ。リュリーティスこそ無事でよかった。もう夜も深まってきたし、急いでホテルに戻ろう。さっき一度行ったんだけど、スイートルームだったんだ。きっとゆっくり休めるよ。私が出てみるわ。お願い。
多分ホテルの支配人からだ。この時私はまだ知らなかった。この時私が出ていればとずっと後悔し続けることになること、この時がリュリーティスを止める最後のチャンスだったということ。リュリーティス、大丈夫？何のこと？あの電話の後から明らかに様子がおかしい。一体何を言われたんだ？何でもないわ。何もないわけないだろ。一体何が？本当に何もないの。放っておいて。大事な友達が苦しそうにしてるのに放ってなんか置けないよ。アーナス。わかったわ。アーナスは聖女って知ってる？うん。その昔その身を捧げて夜の君を倒した人だよね。ええ。そしてそれ以後10年おきに常しえの夜を封印し続けるためにその末裔司祭の中から。リュリーティス、まさか。ええ、私選ばれちゃったみたい。そんな、なんで？私の力は初代聖女に匹敵するかもしれないんですって。もしかしたら夜を永久に封じることができるかもしれないそうよ。そんな、君が。教皇庁からは明日中に引き受けるかどうか連絡するように言われているわ。だったらすぐに断るんだ。あいつらに従ったら何をやらされるか分かったもんじゃない。 いえ、私引き受けるわ。リュリュ、なんで？私この世界を守りたいの。そのための力になれるのなら、それなら。ごめんなさい、アーナス。これからは本格的に守ってもらう必要があるみたい。その時が来るまでよろしくね。リュリュ、詳しくはまた追って連絡が入ると思うわ。さ、もうすぐ夜が明けるわ。その前に浄化しちゃいましょう。うん。リュリーティス、聖女になる。だけど、私は世界とリュリーティス、どっちを選べばいいんだ？親愛なる我がシスターへ、新たな指令をお前に伝える。聖なる地、青き祭壇を探し出し、聖女リュリーティスを生贄として捧げよ。念のため忠告しておくが、聖女を救おうなどとは決して思うな。今もなお夜の君の封印は解けつつある。その証拠にほどなく
お前の頭上にあるもう一つの月、ミラダが満ちるだろう。ミラダが満月を迎える時、それは世界が常しえの夜に包まれる時だ。そうなれば人々は二度と目覚めぬだろう。世界を救うためには、青き祭壇に聖女を生贄として捧げ、夜を再び封じるほかにない。世界と一人の少女の命、いくらお前でもどちらが大事かはわかるだろう。お前が賢い決断をすることを祈っているぞ。妹思いのブラザーより。聖女様に働いていただくのは気が引けるのですが、どうしてもと頼まれまして。だっていつ聖女のお仕事が来るかわからないんですもの。ぼーっと待ってるのもつまらないじゃない。
お嬢様に去るお方からでございます。活動資金として必要な額を書き込むようにと。そういうのは受け取らない主義。あら、もったいない。リュレーティスだって働くんだろ。それはそうだけど、もらえるものは別腹じゃない。いや、生活費は自分で稼ぐ。もう強情なんだから。でもそれなら支配人さんに相談してみたら。私がホテルで働かせてもらえたみたいに、何かお仕事があるかもしれないわ。確かに。支配人、何かない？それでしたら。わかった。がん。どちらになさい。お呼びで。それでは。浄化。浄化。カリム、カリム、一緒に行こう。フッ、テイタン、飛べ。ハッ、テイタン、飛べ。ハッ、テイ。フッ、テイタン、飛べ。フッ、テイ、スガナ。落ちろ。フッテンタン、見切った。フッテンタン、落ちろ。フッテンタン、飛べ。
お嬢様、お帰りなさいませ。いつもの調子さ。勝っても勝ってもキリがないね。狩りにもだいぶ慣れたご様子ですね。よろしければ少々私にお付き合いいただけませんか。いいよ。ではこちらへ。地下に降りるの初めてだな。ワイナリーでもあるのかな、宝物庫、それとも秘密の抜け道。ついてからのお楽しみでございます。おっと、結構降りてるよねこれ。50階を過ぎたようですね。いつもここらで揺れるんですよ。50階？今50階って言った？当ホテルは普通のホテルではございません。それゆえ聖女様やエージェントの受け入れ先に指定されているのです。そうだった、教皇庁の指定ホテルだものね。何があってもおかしくないや。さあどうぞ。これはホテルエンデ
地下99階イニシエの闘技場にございます。代々のエージェントが魅了し従えてきたセルバンたちが登録されています。中にはもう主が戻らぬセルバンもいるのですが、人間の寿命がわからないのでしょう。ここで帰りを待ち続けている者もお嬢様に時々相手をしていただければ、この者たち、私の他にもセルバンを従えていた先輩エージェントがいたんだね。ありがとうございます。闘技場へよう。それではおじ。闘技場へ。それで。それではお嬢。来なさい、来い、我が剣だ。
それでは落ち来い。ハッテンタン飛べ。さあフッテンタン落ちろ。我が剣族フッテンタン飛べ。我が剣族フッテンタン落ちろ。ハ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 ッテンタン落ちろ。フッテンタン飛べ。ハッテンタン飛べ。フッテンタン落ちろ。ハッテンタン飛べ。ハッテンタン飛べ。ハッテンタン落ちろ。ハッテンタン落ちろ。ハッテンタン飛べ。ハッテンタン落ちろ。フッテンタン落ちろ。ハッテン貫く。フッテンタン生きた。ハッテンタン飛べ。フッテンタン飛べ。ハッテンタン飛べ。ハッテンタン落ちろ。フッテンタン飛べ。ハッテンタン飛べ。フッテンタン飛べ。フッテンタン飛べ。デモンフォーム蹴散らせ。せいせい燃えろ。ハッセイフッ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 セイハッハッフッフッ燃えろ。フッフッフッセイ燃えろ。ハッハッハッラン。それではお来なさ。来て来て来て。ハッハッテンタン落ちろ。フッテンタン飛べ。ハッテンタン落ちろ。フッテンタン。フッテンタン生きた。ハッハッテンタン落ちろ。ハッテンフッテンタン落ちろ。フッテンタン飛べ。フッテンタン飛べ。フッテンタン生きた。それでは来なさい。行け。さあさあ吸っていいぞ。フッテンタン落ちろ。吸っていいぞ。
それでも。さあ、来い。ふっ、てん。すべての邪妖は私が滅ぼす。はっ、てん。はっ、てん、はっ、落ちろ。ふっ。それとも。それでは。来なさ、来なさ、行け、来い。ふっ、てん、たん、飛べ。はっ、てん、たん、飛べ。ふっ、てん、たん、落ちろ。ふっ、てん、たん。はっ、てん、たん、飛べ。はっ、てん、たん、落ちろ。ふっ、てん、たん。なかなかやるね。ハンデイ、つばなまだまだまだ、ハンデイ、タン、飛べ。ハンデイ、つばなフッデイ、タン、落ちろ。フッデイ、つばなフッテンタン飛べ。ジュリーティス、聞きたいんだけど。何？今からでも聖女を辞める気ない？聖女はそのすごく危険な仕事だし、なんなら私が君を養っても。とにかく聖女なんて辞めた方が。アーナス様、それ以上は。お客様の安全を守るのも支配人の務めです。アーナス様、心配してくれてありがとう。でもあなたが邪妖大使を頑張っているように、私も何か頑張りたいの。だから聖女のお仕事は私に任せて。
ね。どうやら説得は無理そうですね。はあ、どうしてくれよ。アーネス様、とりあえず今日は島を散策しましょう。散策？もう約束したじゃない。それに昼のうちに島の地理を把握しておかないと夜にどこに行けばいいかわからないでしょ。そうだね。それじゃあ今日はいろいろと見て回ろうか。ええ、行きましょう。いや、ここがルースワール島ですか。なかなか良さそうなところですな。ここがルースワール島か。お宝の匂いがプンプンするぜ。おや、観光客の方ですか。まあそんなところだな。ちょっと行きたいところがあるんだ。ほうほう、それは奇遇ですな。実は私もなんですよ。へえ、それはひょっとして。ここは…ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェント・アーネス。君は…こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。私は魔剣ヨルドの番を任されております、教皇庁のニコ。この姿は夢の中での仮の姿です。よかった、一瞬知っている子かと思ったよ。エージェントであるあなたや新生児はともかく、夢の中で姿を保つのは私にとっては難しいのです。夢が覚めかかってる。エージェントアーネス、時間があまりないようですから、要点だけ説明します。あなたが蛇妖狩りで集めてきた青市の格納場所についてです。格納場所？遠い昔、聖女が常しえの夜を封じ、世界をサメの夢から救い出した時、青い地です。聖女の封印で傷ついた夜の木々は青い地を盛大に吹き出し、それは青い雨となって、そして青い雨に触れた者は魂を闇に落とし、蛇妖と呼ばれる化け物になってしまった。だから私みたいな血に耐性のあるエージェントに蛇妖狩りを命じて青市を回収させるでしょ。何か問題でもあったわけ？その青市の格納場所です。一つは各エージェントに支給されているロジ、二つ目は魔剣ヨルドデスタント、そして三つ目があなたで。私？あなたは、あなたの心の強さだけで妖魔あの青い雨を浴びて人として心を自力で保っているのは
もはやあなたくらいですよ。そりゃどうも。ロジエ・クロックも魔剣ヨルドもあなたも青い血をためですが、それは同時に夜の君に有効な力。そこで教皇庁はあなたが集めた青い血の使い道はロジエ・クロックにためるもよし、ヨルドの剣に使うもよし。さあ、わかりました。では、何度？なんだこの格好は。レスダンを行う際の清掃、聖白の方位です。使徒は体内を巡るもの。そこに大きな力を流し込むには間の障壁は少ない方がいいのです。だからってこの格好は。こんなのは。大丈夫です。ここは夢の中。ここには私とあなたの他には誰もいません。あなたもいましたね。とにかく早くデスタンを行わないと夢が覚めてしまいます。ロジエ・クロックに夢とうつつの境をつなぎ止められる時間は限られています。急いでください。分かったよ。ヨルドに血を奉納する。これでよしっと。力が溢れてくる。夜の力を手に入れた証です。これであなたがより強くなりました。今まで戦ったことがある邪妖もより簡単に倒すことができることでしょう。確かに今までにない感覚だ。そろそろ時間のようですね。最後に一つだけあなたの問いに答えましょう。君のことが知りたいんだ。君は教皇庁のエージェントなの。黒手紙のブラザーのことが気になりますか。大いに気になる。あなたに黒手紙を書いているのが。よかった。ムカつく相手がリュルの顔してるなんて嫌すぎるし。おや、そちらでしたか。時間ですね。あ、そうだ、君のことを何て呼べばいい。お役目に就くとき子は捨てました。
ただ、ヨルドの御子と。わかった。それでは、次のデスダンで。ちゃんと手紙は届けてくれたかしら？そう。でも危険ね。あの子はいささか聖女に思い入れが強すぎるように思えるの。今回の計画は決して失敗するわけにはいかないわ。もし過ちを犯せば世界は。念のため手を打っておいたわ。あの子が裏切った時のために。おはよう。あ、もうアーナスったら脅かさないで。あ、もうそんな時間なの？だよ。出てって。なんで？着替えるからに決まってるでしょ。ほら早く。女同士じゃん。恥ずかしいの？変なの？おはようございます、アーナス様。リュリーティス様を見かけませんでしたか？まだ部屋にいるよ。彼女、多分聖女のお役目のことで悩んでるんじゃ。さようでございますか。もしかして、怒ってる？何のことでございましょう？遅れて申し訳ありません、支配人。あら、おはようございます、アーナス様。どうしたの？いや、支配人が笑いながら怒ってるんだ。怒っておりませんよ。ですって、アーナス様の思い違いよ。
支配人、リュリーティスのことで怒ってるって？怒ってはおりませんよ。ただ…やっ！ん？自信作です。なるほど。それはひどい。お分かりいただけたようで。ちょっと待って、最後のは違うんじゃなくて？私の知るリリーティスはここまでドジっ子じゃなかったぞ。料理の腕はともかく。ええ、使用期間中はもっとしっかりとこなしてくれたものです。カップケーキ以外は。とにかくリュリーティス様の度重なるミスは精神的なものでございましょう。そうだね。リュリーティス、何か気になることでもあるの？ケーキの話は置いといて。別に何もないですわ。明らかですよ。リュリーティス様は左手を眺めてため息をついていらっしゃる。これが示すものは手荒れかな。指輪でございますよ、アーナス様。そっか、大切なものなんだね。なくしたの？お守りみたいなものなのよ。ローズガーデンに連れて行かれた時、どこかで落としてしまったみたいなの。ニャオーだ。指輪食べちゃうなんて、あのバカ猫。お前か、待て。頑張って、アーナス様。頼みますよ。いいですか？話すときはお客様の目を見て話します。はい。お客様が我々に声をかけるとき、従業員個人を頼るのではありません。ですからリュリーティス様、あなたも当ホテルで働く一員として自信ある笑顔を身につけてくださいね。はい。へえ、新人研修？そうなの。支配人さんにお願いして従業員としてのお作法を教えてもらってるの。聖女であるリュリーティス様にメイドの仕事をさせるのは忍びないのですが、どうしてもと頼まれまして。いいじゃない、リュリーティス楽しそうだもの。頑張ってね。ええ。ではお嬢様、失礼いたします。